名前を教えてください。池谷由紀です。今シーズンを振り返ってどうでしたか？1点差で負ける試合が多くて、その試合は前半後半通していい試合がなかったので、いい試合にしてきたかったです。個人としての反省点を教えてください。自分も決めれるチャンスが何度かあったんですけど、1点も取れなかったのでとても悔しかったです。では最後に来シーズンへ向けコメントお願いします。来シーズンはギリギリの試合も確実に勝てるチームにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。